見たと幼稚園から帰って2分でもうダメじゃない。ミコト、お母さんここ片付けるから荷物をお部屋に持って行って。ミナトのも。うん、ミナト大丈夫よ、すぐ病院行くからね。ハヤト、あとよろしくね。うん、大丈夫だよ。へえ、ミコトはもう字が書けるのか。ミコトはすごいな。ミコトくん、今日のも上手だね。今日こそお母さんに見せよう。ミナトでしょ、これ。俺じゃないもん。嘘、お母さんに見てもらおうと思ってたのに。うるさい。どうしたの。ミコトがやった。だってミナトが。お兄ちゃんなのにダメでしょ。これはちょっと病院行かないと。お兄ちゃんじゃない。どうしていつも僕ばっかり我慢しなくちゃいけないんだ。あ、一体どうして。大丈夫か。でっかいタンコブだ。なんで自分も痛いって言わなかったんだ。ミコト、これやる。僕にだけ。そう、ミコトだけ。ありがとうお兄ちゃん。何してんの。何もしてない。嘘だ、今なんか隠した。隠してないよ。隠した。ミナト、ちょっと来なさい。内緒だもん、僕だけのものだもん。ミナト、触るな。お兄ちゃんが僕にだけくれたのに。お母さん。お兄ちゃんなのにダメでしょ。どうしてミナトはいつも僕の大事なものを取ったり壊したりするんだよ。ミナトなんて生まれてこなきゃよかったのに。ミコト、帰れない。え、ミナトにひどいこと言ったから。大丈夫、ひどいこと言ってごめんね。ごめんなさい。これどうしてもくっつかない。いいよ。二人とも花丸。二人ともすごいじゃない。ミコトが教えてくれたんだよ。え、さすがお兄ちゃんね。